カープレイとは iPhone をカープレイ対応のカーオーディオやカーモニターに接続して iPhone を操作する Apple によって開発された企画。Apple カープレイとも表記される。カープレイはライトニングケーブルまたは Bluetooth を使って iPhone を車に接続して使用する。カープレイを立ち上げたら車のダッシュボードのテレマティクス装置に iOS のようなインターフェースが表示されて、Siri や Map、iTunes、SMS、電話など様々な iOS アプリケーションにアクセスできる。ながら、運転を防ぐために Siri が広範囲で使用され、Apple Maps の音声ナビゲーションとテキストメッセージの音声入力を提供する。視覚的な情報の代わりに、天気や株価がニュースキャスターのように読み上げられる。 カープレイの使用中に資格情報を表示する要求がブロックされる場合がある。ほとんどの純正カープレイアプリは最小限の相互作用でオーディオコンテンツを提供する。開発者はカープレイ対応アプリを開発する資格をアップルに申請する必要がある。ホストの iPhone に カープレイに対応しているアップがインストールされていると、その対応するアップがカープレイホーム画面に表示される。純正アプリには電話、ミュージック、アップルマップス、カレンダー、イメッサゲ、オーディオブック、ポッドキャストがある。サードパーティー製アップのオーディオコンテンツプロバイダーは一般的に iHeartRadio、DadioPlayer、Spotify、Radio.com、Overcast、PocketCast、 Google Play Music, c ラ a m m e r NPR One, AudioBox.com, Audible などがある。2014年3月3日にカープレイが正式発表された。カープレイが使用できる自動車、オートバイの製造を及びカーオーディオカーナビゲーションの販売を行っているメーカーを記述。ありがとうございます。